一匹釣りたいね。あげるわ。これ何これ。ダイワだね。スピングリー。ダイワだね。ちょっと今汚れた。ちょっと車の中にずっと入っとって。これ何これ。あ、これ汚れだろ。取れる。回してみて取れる。あ、これいいね。軽いね。ダイワのなんつうんだろう。うん、読める。メイドインジャパンって書いてある。読めるそれ。読める。名前書いてあるじゃん。読んで。どこに書いてあるの名前なんて。書いてあるね。書いてないじゃん。書いてるよ。ああ、書いて。ここに書いてある。エクジット。え？エクスト。エクスト。なんちょ何笑っと。いやいや面白かったよ。エクスト？なこれ。なんていうの？イグジストだよ。イグジスト。イグジスト。だ有名なのこれ。いい理由やで。今俺なんて言ってんの知らん。巻いてみて。いいやろ。これはね、だいぶ古いこれ。まあ結構使っとるな。2年3年ぐらい使っとるから、使い込んどるよ。これね、ピーこれ。これピー巻いてあるから、このまま使えるわ。へぇー。あげるよ、それ。結構古いね、でも。これね、もらっていいのこれ。おぉ、いいよ。あげるじゃん。これなんか、あれだね。なんか、持っとるやつなんかまたちょっと違うね。それ高いからな。これいくらだったの ?5万。これ、はあ調べてみや。高いぞ。エクジット4万ぐらいだったかな。忘れちゃった。でも2500だからいいね、大きさ的に。それいいやつ。いい、あの台場の、うん、まあステレラよりは、ステレラ7万や、うん、まあステレラよりでも台場のいい、まあリールだわ。エクジット、うん、これあげるよ。これ洗ったら、綺麗に洗ったら使えるから全然傷んでないよ。ちょっと泥がついてるけど。でこれまたあの大江川とか五山川でもしこれ使っとったら、うん、寄ってきて、うん、これってまた高橋さんのデビューじゃないですか、うん、まあまあな、まあ正直俺金持っとるからな。まあね、あるもんね。いいね。ごめんごめん。いや最初から最後まであの俺はすごいぞっていう、ね、このさ、金ある自慢がめっちゃ嫌われるのよ。あ、ね、それね、普段から言っとんの。いやだから嫌われるけど、その持っとるもんしゃあないやん。出たね。ああ持っとるからしゃあないよね。いやし、うん、そら YouTube って儲かるもん。儲かっとるよね。そう、しょうがないやん。でもう別に今調子いいもんね。調子いいっていうか、それはまああれだな。でも俺はでも月収が今40万円だな。あ、でもあれでしょ、年収すごいんでしょ。いやだから40万円だから、480万円年収が、まあ、でも480万って一人もんだったら買えるで。まあね、おう、うん、そこそこよ、480って言ったら。顔がドヤ顔してきとるね、だんだん。だろ、トローンとしてな。独身貴族やもんで、月40だから手取りで30くらいあるんだけど。ああ。ほら、で独身だから余計いいよね。毎月お小遣い15万、20万あるで。いいよね。おう。で、何、まあ、大体道具買ったり、なんかいろんな、なんか買っといた。そんぐらいはやるで、俺。あ、そ、いいでしょ。はい。このリール。ほら。どう？まあね。お互い褒めなかん、褒めてね。いいでしょう。うん。なんか安いもんよこれは。うん。5万ぐらいだね。5万ぐらいいいよ。うん。あの金は天下の回りもんだからさ、俺入ってきたら全部使うね。そうだよね。周りに配っちゃうね。そうだよね。うん。自分で貯めも、俺貯金ないからね。だからもう使っちゃうから、ね。全部使っちゃう。使っちゃうの、ね。バン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 使っちゃう。また入ってこないやつね。ああ。旦那。来た。来た。どれ。小松。でかいか。小松。よっしゃー。ゲイリー山本。いいやん。グラブ。ナイスサイズやん。来たね。めっちゃ綺麗。綺麗だね、やっぱ。かわいい。結構お腹膨れとるね。お首をこばすって感じ、釣れたやん。ヤコホッコ、バス。よし。これフライにちょうどいい大きさなんだけど。だな。いい感じだね。いいね。やったおめでとう。だな。湖北の北北亭に来ました。僕大好きで、ここのおばあちゃんと仲良しなんですよ。ラーメン&焼肉。食べよ。じゃあ俺も食べよう。釣りした後はね、湖北の北北亭食べようかな。酒は飲めない。ラーメンも食いたいけど焼肉だな。かカルビか。はい、言ってくださいね。あ、じゃあ。あ、頼んでいいですか。いいですか。はい。ロース全部一人前で。はい。ロースカルビ、うん、豚バラ。楽しみだね。何が。焼肉。美味しそうだね。あー、いやー。
これまた回っとんの、これ回っとる、やっぱ店の中でも回っとんのね、まあ、うちの視聴者さんもいい人ばっかでさ、うん、あんたんとこもいい人ばっかやな。まあ、若干変なやつもおるけど、ね、え、おるおるってどんな人いないの、誰もおらん、うちはそのええ子しかおらへん、まずいい子もおるけど悪いやつもおるよ。何言ってきた、うん、何を言われた。いや、だから遠回しに悪口言うやつおるやん。言われたんか。もうなんか、なんちゅうの、なんかねちっこそうな言い方。今時こんな差を使ってる人いないって言われたっけ。俺も言われた。なんで今時こんなルーア使ってるのあなただけですよ、言って。じゃ似たようなもん言われた。嘘で、なんで返した。いや、返事せんかった。あ、無視した。返事するだけ時間の無駄やろ。でも俺、そういう場合でもちゃんと返事するよ、俺。なんて。あ、そうなんですか、って。でも、ということは、でもそういう人がいないってことは貴重な、うん、僕は貴重じゃないですか。いや、言われる方もな、問題があるらしいわそうなの、うん、なんで。俺でそれ言われたのは、四国釣り行ったんや、うん、四国行って50アップバンバン釣っちゃったね、うん、四国ってイージーやなって言っちゃったの、一言。あ、それちょっとまずい。そしたら、四国の人が怒っちゃって。いや、俺だって、あの琵琶湖だったらさ、50アップ釣るさ、毎回は釣れないや、今日俺坊主やん。あー、でも当たりはあったね。まああったけど、デカバス狙いでやって、うん、50出なかったやん、うん、で、こういう日もあるけど、いい目いったら毎回50よそしたら、イージーやって言っちゃったの、一言。あれ結構イージーやなって、四国イージーやなって言ったら、四国の人が怒ってきちゃって。あ、うめ。どうやって怒っていたの。いい加減にしてくれ、バカにするな四国をって言って。そんなつもりじゃなくて。別にバカにはしてない。あの四国俺行くやん、年に3回行くんやわ、うん、行くたびに50アップ釣っちゃうんだよ。でこの間100匹釣っちゃったんだから。何100匹か。バスを、バスも家で、うん、小バスで100匹超えちゃって、うん、あ、よう釣れるなって。じゃ今日はイージーやったなって一言言ったら、まあ四国の人が、四国はイージーって怒っちゃって。イージーっていうのはなんかバカにされたような感じ。そんなつもりじゃないけど、だって琵琶湖より釣れるやん。確かにね、琵琶湖なんか釣れないやん。俺も一回だけ行ったけど、うん、野池ってあんまりやったことないんだけど、うん、俺初めて行って、あ、誰釣れたかな、うん、まあ、イージーとはいかんにしても、うん、結構野池って釣れるんだ。四国の野池なんか行けば40アップバンバンよ。40アップおるんです。釣れないことはない。なるほど、うん、また行っちゃったね。行くたびに釣るよ。へ、真冬行ったってバーンって40アップ釣っちゃうんだから。釣った。へ、で、それでやっぱ四国はフィールドがいいよねって言って、うん、でもそれをちょっと四国はイージーって言っちゃったね。ただ四国の人がバカにするな俺らの釣り場をって怒ってきて、うん、今時こんな古臭いワーム使ってるのはお前だけだとか言われちゃって何のワームだったの。知らん、山線香かなんかやった。山線香、ね、今時こんな使ってる人はいないとか言ってだけど、あのなんか古いルアーの方がみんな使ってないから逆にそっちの方が釣れる、はい、食べて食べようか。美味しい。このね、白タンがやばいんですよ。こんなんだよ。身が分厚くてね、ちょっと凍ってるけどね、これが美味しい。頑張ったらうまいんですよ。これ何、このまま食べる。食べる、これは。これ、あ、食べます。こっち、うん、こっちは塩タンの方に。塩タンの皿と普通のね、うん、はい。これは肉につけます。これあ、うん、あー、うまいな。これは肉やべえぞ。あ、うまい。でも冷凍でしょ。冷凍がうめえんだ、これの。いや、硬くない。うまいんだよ。そう、塩タンだから、こうやって塩かける。あ、塩で食べたって、これ。でもここラーメン屋なんだ。ラーメン焼肉がうめえんだ。すごいね、すごいね。ここはうめえぞ、このタンは。ほら、分厚いでしょ。うまい。いただきます。最高。やばこ、またうめえんだ。この豚トロカルビ。やっぱりロース。ああ、ロース。ごめんなさい。やっぱロース。面白かった今の。面白い。うまいよ。このロースはうまいよ。今間違えちゃった。ロースうまい。今の面白いね。突っ込まれちゃったな。いただきます。プロに突っ込まれちゃったね。うまいわ。今カルビとロース。スープがまた美味しいわ。でも美味しいね。リガールの話、あの、コウちゃんが出てきたんでしょ。うん、コウちゃんの友達やな。あいつも出てやん。ユカリンとモスもな。まだ釣り行かなか。俺最初奥さんかなと思ったの。違うの。違う、友達やん。これね、ロースがうまいよ。どう？うまい、柔らかい。うまい。このね、油がトントロなのよ。ニンニクも入れて。こんなにうまいんだ。
いただきます。いいね、俺はもういい加減モテないで結婚せなあかんわ。モテないやん。高橋君ない結婚願望は今ない。いやだから結婚しとるやつらは性格悪いんだって。あいつら嘘ばっか言ってんだ女に、で女が騙されちゃってんね。あれその話さっきしてたけどさ、やっぱり独身の人と結婚してる人ってやっぱりなんか喋っとっても分かるよね。分かるね。あ、カルビありがとう。はい、もうただ。あ、ありがとうね。あ、ごめんね。はい。カルビうまそう。やっぱさ、ケガニオジさん、これだよ。うまいね。やっぱさ、結婚してる人ら性格悪いやん。それはどういうとこから。嘘ばっかり言って結婚したの。騙してるの女の人。うん、嘘ばっかり言ってる。そうなんだ。そう、大したことないのにさ、大きく召しちゃってんだよ。で、俺らはそういう嘘言えないじゃん。言えないね。生き遅れなんて言われちゃって。何、誰に言われたの。結婚してない、生き遅れって言うらしいね。生き遅れや言うて、もう40超えて結婚してないって。それ、なんか昔よく聞いたよね、生き、なんか生き遅れって言ったら。うん、なんかでも失礼だよね。結婚しとるやつはな、性格悪いんだわ。嘘ばっかり言ってるあいつら。で、奥さんに嘘やろ。だから、媚び言ってるんだ。そうそう、媚び言って嘘言ってな。ほら、男は独身よ。なるほどね。結婚しとるやつら信用しとらんで、俺は。性格が悪いんね。あれ、会社とかで、でも結婚しとる人何もおるの。みんな結婚しとる、俺だけ。しかも社長が。それ結構面白いネタだよね。普通それ面白いネタだよね。社長だけが結婚しないけど。そうやな。頭もおかしいんだろうな。あと全員結婚しちゃうんだよ。後の人もみんなまともってことや。社長だけ何まともってことや。そうそうそう。カルビうま。これカルビなんだ。うん。美味しい。うまいよ。油がすごい、でもね、美味しい、うん、そうやね。これホルモンとミノかな。ホルモンか。でもさ、ヒガニオジさん、この間大変やったな、フレアフィッシングで。また始まるの。焼肉さ、また何始まるの。ああ、俺あの後電話したや。2日後にフレアフィッシング行けんかったから電話したらさ、えらい目にあったよって言うから、どうしたんや言ったら、焼肉怒らされて待って、まあ怒らないかん空気に、まあこの金欠の時に、この金欠の時にさ、そうでもないよ。あ、そうか。えらい目にあった言っとったよね。いいよいいよ、本音だから。いやでも金欠の時、あのゆとりがある時はいいじゃん。金欠の時誰もあるから。そうそう、うん、なあ、ちょうど金欠の時にああいうのあるとちょっときついよね。なあ、最高だね。この肉ちょっと焼きすぎちゃった。腹ペコだったからさ、これ焼きすぎじゃん。これぐらいに、これ、これなんだろうね。なんか硬そうだよ。豚バラか、なんだろう、豚肉かな、ミノか、なんだろうね。ミノだ、ミノ、ミノ、わかんない。これあ、ミノだ、ミノなんですか。美味しそうだね。刺身はうまいけどな、俺焼くと苦手なんだよな。でも刺身今禁止やろ。ダメだもん、焼くとなんかもったいなくなるから。しかったな、腹パンパンまで食っちゃった。食べ過ぎだな。あ、ここはね、うまいんですよ。自動販売機でね、ジョージアのブラック、これがまたうまいんだよ。あー、うー、ギャリオさん、ごちそうさま。あ、いやいや、たまには楽しかったね。あ、いや、美味しかったわ。うまかった、うまかった、美味しかった、最高。ギャリオさんもだいぶストレス溜まっとるみたいだな。いろんな人もおるしな。確かにそうなんだ、いろんなやつがおるんだって。まあ本当にね、まあ、本当に一言言わせてもらっていいのかな、これ。おー、言えや。これ、ね、高橋君のチャンネルで言わせてもらっていいの。いいよ、うちのチャンネルだから、じゃあ一言言わせてもらいます。俺にいちいちしてくんじゃねえ。じゃあな。何やあいつ。どこに行く気や。疲れた。でもギガニオさんとこも結構コメント、いろんなコメント来て人気もんやん。まあいろんな、うちより来るやんコメント。アドバイスくれる人もいるし、うん、もう褒めてくれる人もいるし、うん、まあまあでもいろんな人いる。ああ、
まあでもアドバイスはいらないんだけど、アドバイスは。そうか。なんでかってもうキャリアがあるから。なんか北海道の人で文句言ってくる人がおるか。まあ文句ってことはないから。ヘボイなんかあのコメント見たら分かるやん、なんかバカにしに来たコメントだなみたいな。あ、そういうのはあるね。それよくないな。あんまりよくないね。あ、まあ一応俺もね、あの、当たり障りなく、いや俺の友達の北海道でトモロックって俺の友達がまた始まった。おいや、そのコロナになっちゃったから。じゃあ動画に悪口ばっか書かれんねん。ほいで動画アップするやん、バッドボタンバー押されてな、もう嫌になって今高評価とバッド評価も隠しちゃったんだ。あ、そういうことね。お前も隠せ、36グッドの20バット。そこはちゃんと見とるんだね。それでまた俺の友達のカメドンでコロナになっちゃって。笑っちゃいかん。いや、コロナになって治ったからな。あ、治った。治ってよかったよなって笑い事じゃないけど、コロナになっちゃってな。大変だよな。このご時世やでな。まあ何があるかわからんからね。まあコロナも大変よ。だね。まあ10月だけど、まあね、緊急事態宣言上げたけど、まあでもこれからまた何があるかわからんから。まあ健康第一で楽しくやろうぜ。そうだね。なあ。健康が一番だって。ケアニおじさんのコラボしたいこの人って一人誰？いやもう一人だけ。まあでも神様とできるだけでも十分すごいと思う。あ、俺か。おお、すごいと思う。まあまあ俺はそこそこの人やでな。すごいやんね。もうヒカキンとも友達だし。ああ、そうやな。だからもうそれだけでもまあ十分だと思うよ。いやいや、でも俺以外でよ。おらんか。まあ身近にいないで。憧れとジュエリーは。ジュエリーとコラボしたいって。もう飽きちゃった。もう不可能に近いじゃん。何が？そんなジュエリーってさ、ジュエリーさん、あのあれでしょ、ボンキュッポーンのジュエリーでしょ。あれはもうファンが多いし、もうあんたのファンかもしらんで。いや、ないないない、ね。で最近ね、あの、特定の動画ってあんまりほとんど見ないから。だからあの釣り動画ってあんまりほとんど見ないの。で見て研究した方がいいのかな、どうなんだろうと。高橋君どう思う？やっぱ研究した方がいいの、人の、あの釣りで。まあ、たまには見るけど、あんまり見んわな、俺も。見ないでしょ。だから、まあ、気になった動画を見るぐらいだね。いや、でも別にそんな特定の釣り師は見ないね。じゃあ今度聞いてよ、俺にも。誰とコラボしたいか。じゃあ俺に聞いてよ。じゃあ何、あの、高橋君の、なんかその、最近の釣り師で、なんか面白い。コラボしたい、コラボしたいのは。やっぱりあれ、工藤静香だな。工藤静香って釣りするの？工藤静香とキムタクだ。あの夫妻呼んで、あと娘のコウキと、コウキと姫木と呼んで。有名だよね。ほんで俺とみんなでな、キムタクで同級生やから俺なんか。いや俺が同級生だよ。まあ一個ぐらいか、一緒のようなやんかな。おおみたいな話を。ほんで工藤静香とキムタクとコウキと俺でバス釣りだ。ビアコでここだけの話な。キムタクが俺のファンらしいね。ガチだぞこれ。それは何の情報なの？だから俺がこれガチだからね。これ視聴者の人、マジでキムタクが俺のファンらしいんだよ。なんでかっていうと、俺世界最強アクアリウムでメダカのビオトープやっとって、したらこの技は俺しかやってないよねと、それをキムタクがメダカでやったわけよ。同じこと。おいで、あんだけの立場の人だから、まさか、ね、高橋良心のことで名前出したらまたいろいろ芸能関係で仕事が迷惑かけるから名前を出さんやんけど、メッセージもらっとんのこっちは。マジで？メダカのビオトープでこうでこうでって俺しか知らん暗号やで。だからコラボあるで。いいかもしれない。おー、その時ぜひ呼んでよ。あと草薙も呼ぼう。あと慎吾も。あれ、なんかいいの？知らん。ちょっとね。その時はぜひ呼んでよ。どうやな。もう何でもいいするわ。もう土下座でも何でもするわ。まあ、あんたも有名な人好きやでな。あ、結構ね、あの金魚、逆に俺が金魚の糞。金魚の糞みたいなやつや。人のことなんじゃかんじゃ、あの金魚の糞とか言ってね。俺が正真正銘の金魚の糞だね。金魚の糞みたいなやつや。金魚の糞みたいじゃん。金、もう確実に金魚の糞。金魚の糞みたいなやつやって。まあまあまあ、俺らでもまあ、そこそこ人気あるで。まあ人気があってもさ、なんだろうな、なんかいまいち超有名人ではないじゃん今はな。
ね。まだまだな、チャンネル登録1700人だな。だって芸能界なんて歩いとるだけで声かけないよ。だから釣り業界っていうちっちゃなところで収まる人間じゃねえんだよ本当はね。うん、釣りっていうちっちゃな分野で収まる人間じゃないね俺らはな。だって芸能人って言ったらさ、うん、芸能関係詳しくなくても知ってる人はいくらでもおるわけじゃない、うんうんうん、だから、ね、年齢関係なしにさ、例えばキムタクなんてもう、うん、はっきり言ってもう年配の人からもう若い子はみんな知ってるよ、まあ、なんだからそのぐらいのでないと俺はコラボせんで、うんうん、だからその釣りバス釣り業界とかそのちっちゃなところで有名な人はいっぱいおるわけだ。そのちっちゃな世界でね。で俺らそういうちっちゃなところで収まる枠じゃないから。やだやだ。ああ。もっとね。あれやな。ああ。もっとねそんな狭いとこはダメ。そうだな。うん。まあそんなことだよね。最近キャノンさん腹が立った話あったら最後に聞いとく。最後って最後ってもう長いんだけど、ね。長いやろ。だんだんねもう今日はっきり言ってあんまり釣りしてないよね。ずっと喋っとっ。ずっとなんか。最後に腹が立つ話じゃ聞いとくわ。わあもうでも言い切ったよ。本当。生きた生きた生きた。うん。ね。ギャルさん、最後に。生きがあるのまだ。こういう視聴者は嫌だ。まあそれ後日でいいだろう。こういう視聴者さんは嫌いだ。こういう視聴者は嫌だ。ベスト5で。ベスト5動画でやれよ。何それやってほしい。やってほしい。ほいじゃない。あ。